はい、では11番行ってみまーす。11番、1。X メートルの道のりを25分間で進んだ時の分速となっているので、とりあえず三角形距離、速さ、時間、を作りましょう。道のりの方、距離が X メートルですね。そして25分で進んだ時の分速なので、ここが25分。ですから、速さを求める式は、先ほど書いたように、25分の X、25分の X、そして単位はメートル毎分というふうになります。ね、必ず使った単位をね、きちんと使って解いていきましょう。2番です。2番も三角形をとりあえず作って、距離、速さ、時間。では、8km の道のりを、なので、まず、道のりは 8km ですね。8km の道のりを X 時間歩いた。こちらが、X 時間歩きました。その時の残りの道のりは Y km になった。この時歩いた速さということになっていますけれども、この時歩いた速さって書いてありますが、今回 8km のうち進んだのがこの 8km じゃないですよね。Y km は進んでないんでしょ？ですから、ここに8km から Y km を引かなければいけないってことやな。進んだのは 8km じゃなくて、8km から Y km 残したわけだよね。ってことは、8-Y km しかこの人進んでない。ってことになります。ここがね、いきなり難しいところだったんじゃないかなと思います。なので、今回は、速さを求めなさいってことなんですけど、距離の部分は、8-y、時間が x ということになるので、x 分の 8-y、キロメートル毎時という答えになりました。で、こういう問題を解くときに、すごく苦手な人が多いんですけど、例えば線分図を書いてあげると、整理がとってもしやすいですね。全部で8キロメートルあります。で、今回はこの8キロのうち、残りが Y キロメートル残った。で、進んだ時間は X 時間。基本的に線分図を書くときには、上に距離、下に時間を書いてあげればいいですね。で、ここにですね、速さをこんな矢印なんかを使って表してあげればいいんですけど、今回は8-y ですね。8-y km 進んでて、かかった時間が x 時間。だから、速さを求めるならば、ということで、今回の式になるということになります。でね、線分図苦手でも、書いてみると意外と簡単なので、ぜひ書いてみてください。基本的な書き方は、上に距離を書きます。矢印をつけて速さを書いて、下に時間を書く。まあ、こんな感じね。これをね、書ける練習をしなきゃいけません。ですから、この解説が全部終わったら、ぜひね、全部、一回書く練習をしてもらいたいなと思いますので、しっかりとメモしておいてください。では、3番に行きます。分速 A メートルの速さで1時間20分進んだ時の道のりですね。まあ、ここで分速って書いてあるから、基本的には単位は速さに合わせる。OK？ なので、よいしょ。三角形で、距離、速さ、時間と来た時に、3番の問題、速さは AKM/分です。単位はメートル、キロメートルと分を使いましょうってことですね。あ、違う。ごめんなさい。AM/分です。なので、単位はメートルと分を使いましょうということになっています。なので、時間の方が1時間20分なんですけど、1時間20分というのは、分で表すと80分ですね。1時間が60分。足す20分ですから80分。
まあ、これを使って距離を求めていきます。はい、距離は速さかける時間なので、A かけるの80で、80A メートルという風になってきました。もちろんこれ単位はね、メートルになっているので、こちらも単位はメートルという風に表すのが基本ということになります。では、4番の問題です。4番では、XKM の道のりを時速 B メートルの速さで3時間進んだ時の残りの道のりってなっているので、線分図書いてみましょう。書いてみると、今回の距離は全部で XKM です。で、時速 BKM の速さで、なので、BKM 毎時の速さで3時間今回進んでるんですね。進んだ距離は、時間は3時間。3時間進みました。で、残りの道のりだから、今回答えとして知りたいのは、ここ。ここが知りたいわけよね。今回の問題は。そうすると、まず、ここの道のりを知らなきゃいけないので、こちらは距離ですから、距離は速さかける時間。なので、ここの部分を出していきます。速さは B で、時間が3時間ですから、3BKM というふうに出てきました。じゃあ、全部が X で 3BKM 進んだんだから、今回の答えになるここの部分は、X から 3B を引いた分。なので、X-3BKM というふうになります。この線分図が書けないとなかなか解けない問題が多いので、きちんと線分図ね、書けるようにしていってください。じゃあ次に行きます。それでは5番。5番の問題では、ZKM の道のりを分速 Ym の速さで進むときにかかる時間というふうになっています。なので、まずは三角形書いて、距離、速さ、時間。確認しますけど、距離は ZKM の道のりを分速 Ym ですから、Ym 毎分で、進むときにかかる時間、ここはね、を出したいんですけど、ここで気をつけなきゃいけないのが、単位、メートルと分になっているのに、こっちキロメートルですね。ということは、速さの単位に基本は合わせましょう。だから、ZKM を 1000Z メートルと、速さの単位メートルに合わせて変えていきます。そうすると、時間の方が出せるので、時間は、速さ分の距離ですね。y 分の 1000z で単位の方は分速になっていますから y 分の 1000z 分というふうになりました。一応問題にも分で答えなさいって書いてあるので今回はこれが答えということになります。単位をきちんと揃えるところがすごく難しいのでしっかりとね、見ていくようにしてください。6番です。5km の道のりをとなっているので、とりあえず線分図書いてみましょうね。今回は全部で 5km です。5km の道のりを、行きは時速 xkm、帰りは ykm だから、行きと帰りで往復しているので、はい、こっちも 5km。ちょっと短いけどね。行きは XKM 毎時。帰りは YKM 毎時。行きと帰り当然距離一緒よね。なので両方5キロになっています。さあ、往復にかかった時間はと書いてあるので、それぞれ出していきましょう。距離と速さが分かっているから、時間を出せばいいと。時間は速さ分の距離で出すんでしたから、今回は速さが X、距離が5、X 分の5時間。そして、帰りね、帰りの方は
速さ分の距離ですから、y 分の5時間というふうになりました。じゃあこれを合わせていかなきゃいけないので、ここの合わせた分ね、はどう表すかということになると、x 分の5を足す y 分の5なので、これでかかった時間全部を出すことができると。これはもう線分図書かないとなかなかほんと難しい問題だし、実際の入試問題はもっとね、難易度が高くなってくるので、きちんとこういった線分図を書けるようにしていってください。では最後7番です。7番の問題で、xkm の道のりを、なので、今度も道のり全部で、xkm の道のりを、初めの5キロ、初めの5キロメートルは、時速 ykm、ykm 毎時で進みました。で、残りの道のりは、時速 zkm、こっちは、zkm 毎時で歩きました。この時かかった時間はということなので、最後求めなきゃいけないのは、ここってことですね。さあ、そうすると、まず、ここの距離のところは、全部で x キロのうち5キロはもう進んでるから、表し方は x マイナスの5キロメートル。ほいで、かかった時間はさっきの6番と同じように、速さ分の距離、y 分の5時間。そして、途中からの分は、z 分の x、マイナス5時間というふうになりました。さあ、ということで今回の最後の問題の答えね。答えは、y 分の5を足す z 分の x マイナスの5時間。はい、これで今回の11番は出来上がりです。で、まずここまでを線分図をちゃんと書いて解けるように解き直しをまずはしてもらいたいと思いますから、線分図をきちんと書いてね、できるようにしていってください。